アリアルネサンス音楽末期、バロック音楽初期の作曲家、ヤコポペーリと並んで、モノディ様式の代表的な音楽家の一人として知られる。作曲家、フランチェスカ・カッチーニとセッティミア・カッチーニは娘。カッチーニの前半生についてはほとんど知られていないが、ローマかティボリのどちらかで生まれ、フィレンツェの彫刻家、ジョバンニ・カッチーニと関連があるかもしれないとされる。ローマで彼は、 竜とビオール、ハープを習い、歌手としての名声を博し始めた。1560年代、コジモデ・メディチが彼の才能に感銘を受け、若きカッチーニをさらなる勉学のためにフィレンツへ招いた。1579年には、カッチーニはメディチ家の宮廷で歌手をしていた。彼の聖域はテノールであり、また自分自身でビオールの伴奏をつけることができた。 彼は婚礼や告示など様々な宴会で歌い、当時の壮麗なインテルメディオで役目を果たした。またこの時期に彼は人文学者、作家、音楽家、考古学者たちの活動に加わった。彼らはジョバンニ・デヴァルギ伯爵の邸宅に集まり、失われたと思われている古代ギリシャの劇音楽の栄光を復活させようとする団体、カメラアタを結成した。カッチーニの歌手、 楽器奏者、作曲家としての才能によって、カメラータは、モノディ様式を確立し、それは、ルネッサンス末期のポリフォニー音楽の監修からの、革命的な新発展となった。16世紀末の20年間、カッチーニは、歌手、教師、作曲家としての仕事を続けた。彼の教師としての影響力は、過小評価されているかも、しれないが、何十人もの歌手に、 新たなスタイルで歌うことを教えている。その教え子の中には、クラウディオ・モンテベルディの最初のオペラ、オルフェオの主役として歌ったカストラートのジョバンニグ・アルベルト・マリもいた。カッチーニは、加えて少なくとも一回、1592年にバルディ伯爵の秘書としてローマへ旅している。彼自身の著作によって、彼の音楽と歌は熱狂的な反応を得た。しかしながら、 パレストリーナとローマ学派の本拠であるローマは音楽面で保守的であり、この地でのカッチーニの様式的扇動に追従する音楽は1600年を過ぎる頃までは比較的稀な存在であった。カッチーニの人柄は完全に後期と言えるものではなかったようである。彼はしばしばプロとしての生活だけでなく、メディチ家での昇進においても戦望や嫉妬に突き動かされていた。 ある時、彼は、フランチェスコ大公に一組の愛人のことを伝えた、ピエトロ・デ・メディチの妻であるエレオノーラが、ベルナルディのアンティノーリと密通していたのである。そして彼の報告が、ピエトロによるエレオノーラ殺害を引き起こす、直接の原因となったのである。カッチーニのエミリオ・デ・カバリエリアやコポペーリとの競争は激しい、ものだったようである。彼はおそらく、 カバリエーリオ1600年に行われたフランス王、アンリ4世とマリア・デメディチの婚礼祭の指揮者の座から、降ろさせた人物の一人であろうとされる。また彼は、自作のオペラ、エウリディーチェを、同じ題材で発表しようとしていた、ペーリの作品に先んじて印刷し、同時に、彼のグループの歌手たちに、ペーリの作品の出版に一切協力しないように、頼んでさえいたらしいのである。 1605年以降もカッチーニは、アンティフォナなど、宗教音楽の作曲や演奏で役割を果たしていたが、彼の影響力は衰えていった。カッチーニは、フィレンツェで制虚し、セイアヌンツィアータ教会に埋葬されている。スタイルレチタティーボと呼ばれた、新たに生み出されたモノディ形式は、フィレンツェだけでなく、イタリアの他の地方でも評判になった。フィレンツェとベネツィアは、 16世紀末には最も先進的な音楽の発信地であり、それぞれの地における音楽的発明の融合が結果としてバロック様式として知られるものを発展させた。カッチーニの功績は演説などで簡単に理解可能となる直接的な音楽の表現様式の考案である。この表現様式は後にオペラのレチタティーボに発展し、その他多くのバロック音楽の様式的あるいは 本文的要素に影響を与えた。カッチーニの最も影響を及ぼした作品は、1601年に出版された新しい音楽と題する、マドリガーレや単語へと、通奏低音のための音楽などの曲集である。この書物の導入部は、当時のモノディ様式の趣旨、目的及び正しい演奏法について、最も明確に書かれた描写かもしれない。 それには装飾の音楽的実例が含まれている。例えば、歌手たちが説明して欲しがっている、素直な感情に基づいた、特定の学説を異なった目的に装飾する、方法など。また、彼自身が創作した様式に対する感情あふれる、賞賛も含まれており、同時期のより保守的な作曲家たちの作品を見下して、楽しんでいるようである。カッチーには、 以下の三つのオペラ作品を執筆した。ただし、最初の二作品は他の人物の曲が含まれている。加えて、彼は、インテルメディオ、イオチェ・ダルシエル・カダ・ハライラ・ルナの曲も作曲している。また、以下の二冊の歌曲とマドリガーレの曲集を刊行している。マドリガーレのほとんどは通作で、反復はほとんど用いられていないが、一部の歌曲は優説である。 フィレンツェの記録によるとカッチーニは1610年頃に多声音楽に関わっていたとされるが、彼の多声のための歌曲は現存しない。いずれにしても、そのような表現方法は彼にとって受け入れがたいものであったのだろう。彼は主として単声音楽の作曲家であり、その才能のために彼は広く名声を得たのである。実際には1970年頃ソ連の音楽家。 ウラディーミル・バビロフによって作曲された歌曲である。録音も楽譜も90年代前半まで知られていなかった。出典が明らかにされず、現在入手できる出版譜はすべて編曲されたもので、歌詞がただアベニュー・マリアを繰り返すだけという内容も、バロックの様式とは相入れない。バビロフは自作を古典作曲家の名前を借りて発表することがよくあったが、自身が共演している。 アイリーン・ボガー・キバの1972年の録音では作曲者不詳のアベ・マリアとして発表していた。バビロフの没後10年を経て CD 録音されたマリア・ビエシュやイネッサ・ガランテのデビュー版では作曲者がディ・カッチーニと表記されジュリオ・カッチーニの作として広まった。初期の録音にはビエシュとガランテのほか、スラバ・リナ・マカーちゃんとソ連のアーティストによる演奏が並ぶ。 20世紀末、レスリー・ヤレットヤスラバの CD で一気に知名度が高まり、多くの歌手が録音し映画にも使われた。以上のような事実は CD や楽譜の楽曲解説では言及がなく、現在一般にはカッチーニ作品と誤認されている。ありがとうございます。